聞くのが早い。住まい相談は住んで。はい、住んで埼玉です。で、うちの営業の高台お願いします。で、本日はですね、高台のしくじり団ということで、家をね、2年前。ちょうど、まあ、2年です。2年前に買ったと。川口駅徒歩圏。いいとこ、便利なとこに買ったんだけれども、ちょっと失敗したかもな、みたいなことを思ってるらしいから、その話を聞きたいなと思います。はい、失敗とは言えない。失敗、まあ、ちょい失敗で、後悔してるかって言われたら後悔はしてない。おお、ね。一言で言うと、あれ、もうちょっと広い家最初から買っといてもよかったんじゃねってこと。そうですね。うん、まあ、いろいろあって、うん、割と短いスパンで家族構成が変わったので。ああ、だから独身から結婚して子供できたっていう。そう、ね、そう。だから、なんかそこの、なんだろう、想像力がちょっと欠けてたなっていう。ああ、ははは。要素が大きいかもしれない。なるほどね。あれ、購入したのは高台一人で買ってるんだよね。そうです。で、その時は入籍してる？ない。ないんだ。まあ、同棲のタイミングで。ああ、じゃあ、ある種独身で買ったってことだね。はい。で、独身で買って、じゃあ同棲がそこでスタートしたんだよ。はははは。だから、二人で住む想定で買ったってイメージか。そうですね。うん。はい。そしたら、お、赤ちゃんってなって、はい、で、赤ちゃん実際に生まれて。育てて。育てて。今ね、1歳弱。そうですね。って感じで、そしたら、あれ、間取り的にはどんな感じなの？まあ、古めなんで、はは、正確に言うと 2DK 的な感じになっちゃうんですけど、はははは、まあ、でももう今取っ払って、はは、広めの 1L。1L ね。はい。だから、LDK 広めの 1L。そうですね。うん。みたいな感じ。感じ。うん。どうですか？今、赤ちゃんがいる生活が9ヶ月ぐらい。そうですね。だと思うんですけど。やっぱり、まあでも広めというよりかは、うん、どちらかというとやっぱ独立した部屋であったりとか、あとはその動線っていうものがすごい大事だなっていうふうに思いましたね。なので、例えば、リビング横の部屋とかも、まあちゃんとやっぱセパレートで、こう分けられたりとかして入れるものであれば、その子供の昼寝の時に音が漏れなかったりとか、だから本当細かな窓、やっぱ間取り。間取りね。が大事。だから要するに今何が起きてるかで言うと、そのリビングの隣に部屋があるタイプ。はある、あ、そうですね。あります。はい。で、独立、ある種独立した部屋がないっていう感じ。もう、なんか玄関、から入れるような独立した部屋がないっていう、ね、そういうことだね、はい、で、それがないと例えば子供がこうお昼寝してる時に、はい、リビングの方で音を立てると起きちゃうとか、そう、あとかとかね、なんかちょっと気を使ってしまう、あとはなんか家でもしちょっと仕事したい時も若干しづらい、確かにっていうのはある。そうだよね、なるほどね、感じはしますね。そういうことね、はい、だからあの当時高台がその家を買うってなった時に同じぐらいの予算、ないしはちょっと予算伸ばせば、もう一部屋増やす選択もあったって感じ。ありました。ああ。で、それ選んでてもよかったかもなって、ちょっとは思ってるみたいな感じ。そうですね。ちょっとは思ってた。うん。まあでも選んじゃったからしょうがないけどね。そうですね。やるしかない。まあでも、高台の場合は、まあ、築年数はある程度いっているものの、リフォーム済みの物件をある種安く買えたっていう感じだと思うので、まあそこはね、良かっただろうね。うんうん、だから予算を抑えた分やっぱ叶えられる生活とか、うん、余裕を持った、うん、まあ、車も今あるんで、だから、うん、なんかその中途半端に予算上げて車もってなったら確かに、うん、じゃあもしかしたらきつかったっていう世界線もあったかもしれないので、うん、だからそういう意味においてはまあ良い選択をしたとも言えるし、うん、そうですね、一方でまあ実際に買って住んでからなんかいろいろ思うことも出てきましたっていうことの共有って感じかな。そうですね。うん。という感じで、高台の俺のしくじり団ということで。まあ、こういうのなんか何回かやっていければなと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。